戸部所属アーティストの SNS が話題。平野紫用神宮寺ゆうたの親密な交流にファン関類関類。滝沢秀明キール新会社戸部トーが7月に本格的に始動しました。戸部のオフィシャル YouTube チャンネルには、三宅県を川切に平野紫よと神宮寺ゆうた、そしてイムプエの7人が次々と登場し、ファンに大きな注目を集めています。 それぞれが SNS アカウントを開設し、滝沢秀明のメッセージとともに飛べ公式 LINE アカウントもスタートしたことで、飛べの活動は一層盛り上がっています。三宅健はかねてから開設していたアカウントを再スタートし、40代のアイドルとして稽な存在であるにもかかわらず、若々しさと魅力で多くのファンを魅了しています。 彼の SNS では英語で統一されたテキストとフィルム写真を思わせるトーンの画像で、アート好きな一面も垣間見ることができます。また、彼の生配信の予定もあり、今後は定期的なコンテンツが提供される予定です。 平野の仕様は飛べ公式 LINE アカウントとともにインスタグラムも開設し、フォロワー数はすでに359万人を突破するなど、人気が急上昇しています。彼の投稿には自身の写真や風景ショットが並び、季節感にあふれるアクティブな一面が共有されています。フォロワーからの質問にも積極的に回答し、彼の様々な一面を知ることができます。 彼のファンにとっては、興味深いコンテンツとして、楽しみの一つとなっています。人牛自由太もトべ所属アーティストとしてインスタグラムを開設し、平野仕様との仲睦まじい写真や愛用のグローブの画像などを投稿しています。ファンとのコミュニケーションも積極的に行い、二人の中の良さが伝わってきます。 これからも神流寺の愛用するコレクションが見られると期待されており、ファンにとっては楽しみな要素の一つです。イムップはトベ所属アーティストとして、グループとしての投稿を始めました。テーマカラーのピンクのグリッド画像を投稿し、個々のメンバーをアピールしています。また、トベ公式 LINE アカウントでも自己紹介を行い、楽しげな雰囲気が伝わる投稿をしています。 飛べのアーティストたちが SNS での拡散が許可されていることは大きな特徴であり、ファン以外の層との接点が増えることで、さらなる広がりが期待されています。飛べ所属アーティストたちの SNS での活動は、飛べのエンターテイメントの新たな形を広める重要な要素となっています。 彼らの SNS を通じてどんな広がりが生まれるのか、ファンやファンとのコミュニケーションがどのように発展していくのか、非常に興味深いです。さらに、歌とダンスのパフォーマンスが展開されることが期待されており、トベのエンターテイメントはますます盛り上がっていくことでしょう。トベ所属アーティストたちの活躍は、ファンにとって嬉しい驚きの連続でした。 彼らのコミュニケーションやパフォーマンスが、トベのファミリー感とともにどんな世界を作り上げていくのか、これからの展開に注目したいと思います。トベが目指す、誰でも楽しめる環境がどのような形で具現化されるのか、ますますの盛り上がりが期待されます。